はい、神道花リオマシリーズの今回後半になります。前半と後半分けたのは特に意味があるわけじゃなくて、お鍋をかけっぱなしだったのでね、最初の5分ほど喋ったところでちょっとお鍋を切りに行ってましたというオチがありますね。で、後半なんですけども、男性は女性の ATM なのかっていう議論がありますけども、そうですね、私のね、人生を振り返ってみると、どれだけ女性に尽くせるかっていうのが男の競争でもあったという時代はあるんですよ。ホットドッグプレスとかの時代ですけども、私が大学生の頃っていうのはどれだけね、女性に尽くせるかという競争を男同士でしてたような気がしますね。だから女性をどれだけお姫様にしてあげれるか、まあ私の周りの文化だけだったと思いますよ。だから合コンしても女性のステータスとしては、誰が一番お姫様にしてもらえたかとか、誰が一番男性に尽くさせたかっていうレースだったんですよ。まあそれで意気投合できたんですよね。だから一番気が利いてて、一番金払いがよくって、一番話題が豊富で、一番自分のことを褒めてくれるような男性が人気になっているし、そういう男性に人は、女性は集中しますんで、まあうまくね、カップル成立した時でもみんなで喜んであげるみたいな関係ができたし、男性としてもああいう風になればいいんだと、あ、俺に自分にはこういう情報収集足りなかったなと、こういうファッションセンスがなかったなとか、こういうエスコートができてなかったなっていう風に男性同士でも牽制して高め合ったりとか学び合ったりしたし、女性も自分が選ばれるためにはどういう風な人間になればいいのか、どういう風な女性に育っていけばいいのかってことをどんどん身につけたということなんですよ。で、その中で生まれてきたのがアッシー君、メッシー君、ミツグ君ってやつですよね。この言葉はもうすでに死語になってると思いますけども、私は今心の中で、今でもね、どれだけ自分が女性の足になれるかってことを考えてるんですよ。今はたった一人奥さんのためですけどね。だから奥さんが何か出かけるときには、あ、じゃあ運転しようかみたいなことを気軽に言える関係とかね、まあもちろんそれをね、頼まれてるわけじゃないんですよ。私自主的に助けたいなとか、自主的に大好きな女の子をサポートしたいなって気持ちがあるだけなんですよね。で、衣食住もそうですけどもね、なるべくいいところに住んでもらいたい、なるべく豊かに暮らしてもらいたい、なるべく快適に、過ごしてもらいたいっていう思いがあるから、自分の稼ぎの原動力にもあるということなんですよ。ですので、女の人がね、男性を ATM に見てるみたいな、形もありますけども、いや、 ATM ぐらいにはなってやれよって気持ちもあるんですよ。それこそね、マンションが欲しいとか高級車が欲しいとかね、島を買ってくれっていうレベルの話はさすがにしないと思うんですよ。まあ、もちろんね、車の1台買ってくれぐらいには応えた方がいいと思うんですよ、男性はね。それを目指せばいいと思うんでね。で、もっと言ったら、高級車をね、欲しがる女性っていうのがいると、私もすごくやりやすいんですよ。で、私は車すごく好きなんで、特に VIP カーとかね、まあアメ車も好きですしね、まあ、いわゆる高級車の類好きなんですよ。まあでも、例えば今の奥さんは車あんま興味がないんで、私がね、今度ちょっと1000万超えのレクサス買おうかなと思うんだけどね、って言ったら、大丈夫って、もうやめといたらみたいになるわけですよ。で、逆に、いや、すごいとか、乗ってみたいとかになったら、ちょっと買おうかなってなるんですけども、ちょっとそこでね、温度差生まれちゃったりするんですよね。まあ、私の懐事情、奥さんも知らないってところもありますし、知らせてないところもあるんですけどもね。まあ、だからね、強気なことを言えば、ATM ぐらいにはなれる男性になりたいなというところあります。で、これはさっきお話したのアシー君、メッシー君、ミツー君の話は私の20代の頃の話だったんですけども、女性にはもう本当にね、久保さんと付き合っててこんないい思いしたのっていうふうに自慢させられるような男性になろうかと思って見栄を張っていたところはあります。それは大学を卒業してサラリーマンになって手取り15万の給料になった時も変わりませんよ。どれだけ見栄を張れるかってことをやってるわけですから、まあその頃ね、お付き合いする女性がスーパーの中の人になってきましたんで、金銭感覚がぐーっと抑えられましたからね。まあだから、中古の 2000cc の車でもみんな満足してくれましたしね。それこそ1500円2000のディナーをおごっただけでもものすごく感動してくれましたしね。別にこれはね、スーパーに働く女性を下に見てるわけじゃないんですよ。ただやっぱり、金銭感覚ってのは、もらう所得に応じるっていうところあります。あとは自分と一緒にいる環境がどのくらいの金額で動いてるのかとかね。例えば飲み放題食べ放題が当時ね、私がサラリーマン時代4000円がメインだったんですけどもね、その4000円で食べ放題飲み放題をやってると、その4000円が基準になっていくってところもあるんですよ。で、一晩で1万使ったらちょっと使いすぎちゃったかなみたいなところですよね。だから私としてはすごく過ごしやすかったのはサラリーマン時代ですよね。お金は結構使ったんですけども、でも求められる金額っていうのはそこまでなかったんでね。まあそれ懐かしいなと思いますね。それからまあ30代後半に入ってからキャバクラ時代っていうのはやっぱりね、キャバクラのキャストさんもお金はかかるんですよ。お金はかかるんだけども、店で使ってっていうスタンスなんで、外で大銭を使わせられるってことはあんまりなかったですね。逆に店を離れたところでは
なるべくお金を使わないように女性の方もね気遣ってくれましたよね。それはなぜかっていうと、店の中で使わないと女の子の成績にならないからってところもあるんですよ。だからそのバランスがとても良かったです。店の中ではボトル2本3本入れるぐらいで終わりですから、まあ、だからね、会計もそこそこ知れてるわけ、知れてるって言っても結構なもんですけどね、毎日通ってたら。まあ、そういうこともありますけども、男性が、なんですかね、女性に求められるって、お金にしてもね、エスコートにしても、なんか期待されてるってことだと私は解釈するんですよ。女性が男性に何かを求めてくる、こうしてくれ、ああしてくれっていう要求は、めんどくさいんじゃなくて、あ、自分に対する期待なんだなと、私は思うことにしてるんですよね。で、結局そういった思いが私を育ててくれたのかなと思います。一回たりとも金がないからできないってことはね、言えなかったです。見栄を張る意味でも、まあ、だからその見栄を張ったところが私をちょっと背伸びさせてくれてね、なの女の子前ではカッコつけたいわけですよ。私も未だにそうですよ。奥さんの前でカッコつけたいわけですよ。まあ、だからこそ強い自分になりたいし、ユーモラスな自分でいたいし、いつもね、若々しい自分でいたいなっていう原動力がありますよね。だからなんていうんですかね、よくね、高級車を求めてくるような女性と付き合うなとかね、男性を ATM に見るような依存型のね、クレクレ女と付き合うなみたいなのありますけども、私はもうそういうふうな目的が決まってる人も大歓迎ですよね。まあ、今の奥さんはすごくね、普通の人なんで、平凡な人なんでね、なんか私の方がなんかすごく生活荒いなみたいに思わせちゃうかもしれませんけども、でもまあなんて言いますかね、私はやっぱり家族を持っても自分の思い描く自分自身の求めたい生活ありますしね、それにもしかしたら家族がついてこれないかもしれませんけどね、なんか放慢で、しょうもねえなと思っちゃうかもしれませんし、私はねまだね消えない物欲が大きいですからね、その物欲を満たしながら家族に迷惑をかけないように、2歩3歩両立させていかないとなというところですね。というところで、母のヨモさんなんですけども、まあ、私はこういうふうにね、結構ね派手好きであって浪費家なんですよ。その浪費をどのように投資にしていくかっていう思考があるんで、なんとかね経済回ってる我が家の事情ですけども、女性が男性に求めるその年収とかね、そういうのに関してどう思うかなっていうことを、まあ、花代龍馬さんの視点でお話しいただきたいと思います。いや、私もね無駄遣いするのがいいと思わないんですけども、お金を使う方からしてみると無駄遣いじゃないんですよね。それがあった方が自分のパフォーマンスが上がる、モチベーションが上がる、毎日快適に過ごせるってことだと思いますしね、だから何があればその人が満足するかってみんな違うんですよ、だからね、なんか女性から見て意味がないと思えるもんでも男性には不可欠なものってねあるかもしれませんし、その逆もしっかりなんですよね、で麻雀大好きな男性にね麻雀やめてよって言ってもものすごく苦痛でしかないんですよね。この麻雀やめるのかと思ったらね。で私アメ車を持ってる関係でアメ車乗りの方の仲間もいるんですけども、やっぱりね家族のお金がかかるその問題のためにアメ車を手放すってこともあるんですよ、それは本当にね熟したものがあるだろうなと思いますけども、それ以上に家族を愛してるんだろうなというところもありますしね。本来だったら男性個人としての欲求と家族の中のお父さんとしての自分とっていうのがね一致してなければならないんですけども、なかなかそうはいかないですよね。はい、というところでね、金目当ての女性についてどう思いますかってことですよね。私は金目当てでも大歓迎なんですけども、いかがでしょうか。